壺二つを指圧して1ヶ月で減量。痩せるためのほとんどの方法がたゆまぬ努力と献身を要しますよね。でも簡単な方法もあるんです。指圧は体を治癒してくれるだけでなく、代謝を高めて減量も助けてくれる安全で自然で効果的な方法。数分でスリムになるには体のどのツボを押したらいいかわかりますよ。でもまずはじめにチャンネル登録ボタンを押して通知をオンにしてブライトサイドに仲間入り。中国医療によれば、無駄な水分と熱を体から出せば減量を促進できるそうです。でも文字通りに取らないでくださいね。余分な水分と熱というのは、特定のツボを押すことでエネルギーの不均衡をなくして代謝を高めることです。さらにそうすることで消化器官の健康をサポートできます。鼻の下のくぼみのツボ。減量に最も関係する重要なツボの一つが GV26。 そうなんです、どのツボにも名前があるんです。上唇の上、鼻のすぐ下に位置していて、人中、つまり上唇の上のへこみの真ん中にツボがあります。このツボを1日2回押してください。強く押しすぎずに5分以上は押さないこと。このツボを指圧することで空腹感を抑え、食欲を減退させます。肘のツボ。減量を助けてくれる2つ目のツボは肘に位置します。LI11 と呼ばれるこのツボは、大腸とつながっている重要なツボ。ツボは肘を曲げた時にできるシワの一番外側に近い部分に見つかります。ここを指圧すると腸の機能を刺激して体から余分な水分を取り除いてくれます。親指を使ってこの肘のツボに中程度の圧を加えてください。毎日 1,2 分行いましょう。これで結構驚きの結果が得られますよ。この二つのツボを押すと、体中のエネルギーを刺激して、肥満の原因となる主な要因に良い効果をもたらします。新陳代謝を高め、ストレスレベルを下げ、食欲を抑えられるはずです。このマッサージは、空腹を感じる脳の部分にも働きかけます。伝統的な中国医学によれば、体の中に不均衡が生じると体重が増加します。この不均衡は、脾臓、肝臓、甲状腺、内分泌器、腎臓の問題によって引き起こされます。だから指圧ではこういった内臓とつながっているツボを押していくんです。さて、この2つの重要なツボの他にも減量につながるツボがあります。おへその下のツボ。3つ目のツボは、おへそから 2.5 センチほど離れた場所に位置。1日2回上下に 1,2 分間マッサージしましょう。人差し指と中指を使って行うのがベスト。これで消化が改善されます。便秘にしょっちゅう悩まされている人は症状が改善します。この問題とおさらばしたら最終的に減量できますよ。肋骨の下のツボ。このツボは腹隘と呼ばれています。下部肋骨の少し下に位置しています。耳たぶからまっすぐ下に線を引くように想像してください。そこです。ここを両手の人差し指と中指で同時に押します。消化不良、肋骨の痛み、潰瘍、食欲の不均衡に効きます。減量のためにこのツボを押す場合は、毎日5分間押してください。足首のツボ。足の内側、足首よりも少し高い位置にもツボがあります。親指を使ってここに圧力をかけてください。1分から1分半ツボを押してゆっくり離します。毎日行うようにしましょう。すぐに消化機能が強くなって、より効果的に機能していることが感じられるはずです。膝のツボ。膝小僧の5センチ下あたりに膝のツボがあります。真ん中から少しずれていて、足の外側に近い位置です。足を上下に動かしてみましょう。指の下で筋肉がピクピクしているのが感じられたら、正しいツボを見つけた証拠です。望まない体重を減らすためには、このツボを毎日 1,2 分押してください。これで適切に内臓の消化不良を助けます。消化を改善して胃の健康をサポートして、血液に必要な全ての栄養を提供できます。耳のツボ。
このツボを見つけるには、耳の前の三角形になっている部分のすぐ横に親指を置いてください。このツボには親指がベストです。より広い部分をカバーして、この場所にある三つのツボを刺激できちゃうんです。正しい箇所を見つけられたかはすぐわかります。何度か口を開け閉めしてください。顎の動きを感じるはずです。耳のツボへの指圧は一定の強さで行いましょう。強すぎても弱すぎても NG。このツボをおよそ3分間押し続けます。これで空腹感を抑えられます。さらに消化機能もアップ。耳のツボを刺激するのは減量に効果的なだけでなく、顎の周りに蓄積されたプレッシャーも和らげてくれるんです。偏頭痛、耳の痛み、耳の感染症にもこの方法が効きます。指圧のツボを押す際は正しく行うようにしましょう。例えば、もし体の別の場所にある2つのツボを押す場合は、同時に2つのツボを刺激してください。同じ時間、これらのツボを指圧します。軽め、あるいは中程度の圧をどちらのツボにもかけます。自分が気持ちいいと思える程度の圧を見つけてください。やりすぎは注意。軽く押すと皮膚がちょっと押されるだけです。指の下に骨を感じたり、脈を測れるほど強くてもいけません。中程度の圧は関節や筋肉が動いているのが感じられます。脈を感じる場合もあるかもしれません。指圧のツボを刺激する一番いい環境は落ち着いた穏やかな場所。でも絶対というわけではありません。家、職場、シャワー中、ベッドに横になっている時などに指圧を行います。素晴らしい減量のメリットの他に指圧でかなり健康が改善されます。精神と筋肉を穏やかにする効果があり、肉体的な病気や精神障害の回復を促します。顔の筋肉を引き締めて血行を促進し、筋肉の緊張もほぐします。指圧で体が強くなり、あまり薬を必要としない体になっていきます。しかし、不健康な生活を送っていたら、指圧は効かないということを覚えておきましょう。この中国医学は、運動と健康的な食生活とともに行いましょう。抗炎症作用のあるオーガニックの食べ物を食生活に組み込みましょう。ベリー類、ナッツ、野菜などです。加工食品や冷凍食品の摂取は控えてください。料理する技術を学んだり磨いたりして、もっと野菜とフルーツを摂取しましょう。全粒穀物を含むこれらの食品が、日々の食生活の3分の2を占めているのが理想です。食物繊維と抗酸化物質が豊富に含まれていて、炎症を抑えます。赤身肉の摂取量は減らすようにしてください。牛肉を買うなら脂身の少ないものを選びましょう。鶏肉の場合は皮なしにしてください。飽和脂肪酸は諦めましょう。日々のカロリー摂取量の 7% 以上をこれらの脂肪が占めないようにしてください。オメガ3の摂取源である魚をもっと食べましょう。より多くのオメガ3を摂取すると体内の炎症プロセスが減ります。マグロ、サバ、サーモン、イワシ、マスなどがおすすめです。ジムに行く時間がなかったら毎日の生活でもっと活動的になりましょう。公園を散歩したり、水泳に行ったり、ダンスのクラスを取ったり、職場まで自転車通勤をしてもいいですね。ツボの指圧で治癒効果を感じたことはありますか？結果をコメント欄で教えてください。高評価して友達と共有してチャンネル登録して、ブライトサイドに仲間入りするのもお忘れなく。